ゆきなの3センチパッキング、この番組は厚さ3センチ以内なら郵便受けで受け取れるレターパックライトの提供でお送りします。こんにちは。荷物を厚さ3センチ以内にしてあなたの毎日をもっと素敵に、ゆきなの3センチパッキングの時間です。先生は痩せる収納などの数々の著書を持つ梶ヶ谷先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はコスメセットを厚さ3センチ以内で素敵にパッキングしていきます。使うのはこちら、厚さ3センチ以内なら郵便受けで受け取れるレターパックライト。コスメって形や大きさもバラバラで綺麗に入れるのが難しいですよね。細々したものをすっきり整理できると素敵に見えます。パッキングの仕方にもアイデアがあるので送る相手にも喜んでもらえると思います。今回はこちらを使います。ない。今回はこちらを使ってパッキングしていきます。文房具を上手に使うと素敵なプレゼントボックスになります。まずは箱の底にスポンジシートを敷きます。次にコスメのレイアウトをあらかじめ決めておきます。同じ種類のものだと綺麗に入りますね。コスメを整理して入れるために仕切りを色画用紙で作っていきます。コスメの大きさに合わせてカットします。すべての仕切りが完成したらスポンジシートに貼り付けます。できた仕切りにコスメを並べます。これで綺麗に並べられそうですね。並べたら隙間がないかチェックしましょう。全部ぴったり入りましたね。箱の蓋と緩衝材の間に隙間ができてしまう場合はスポンジシートなどを重ねましょう。箱の蓋を閉めた後マスキングテープを十字に貼っていきます。縦横ぐるっと一周ずつ貼りましょう。最後にレターパックライトに入れて完成です。厚さが3センチ以内になっていることと重さが4キロ以内であることを確認します。できた。レターパックライトは送る相手が忙しくても郵便受けに配達されるのでとても便利です。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。この番組は厚さ3センチ以内なら郵便受けで受け取れるレターパックライトの提供でお送りしました。